スカイスクレーパースキャンパーアクト1、よしやっていこう。エンパイアシティの夜パートですね。さあさあ、ここら辺はね、なんか摩天楼な雰囲気が多分すると思うんだよな。エンパイアシティやっていきましょう。お、早速出てきたね。よし、いつも通り片付けてやるぜ。すごいね、ここのステージだと本当にミスターインクレディブルやってる感じがするわ。よいしょ。もう BGM といいね、雰囲気もバッチリじゃないか。ミスターインクレディブルの舞台じゃないか。アメリカンだからね。よし。これなんだ、壊せる、壊して向こうに行くのか。お、空中だね。いやー、本当になんかスーパーヒーローって感じだな。夜の摩天楼を駆け抜ける。よいしょ。おお、すごい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 。よいしょ。まあ無理はしないで渡っていこう。よし。まあホロスカのね、あの落ちる氷と比べたらまあこっちの方がいいな。時間制限あるのは結構きついからな。あいつはステルスいけないかな。無理だな。よいしょ。落ちないようにだけ気をつけてね、コンボの反動で。よいしょ。落ちないんかな、これ。あっと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 。技やってる土地は落ちないのか、疑惑が。まだわかんないけど。よいしょ、伝っていこうか。こっちの方がね、案外早いんだよね。いやー、すげえ、カイジだ、カイジ。カイジのあの橋を思い出すよ、鉄骨の。よいしょ。おー、すごい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 。よいしょ。で、これは壊していいのか。おお、なるほど、電流を取り除いてね。で、上に行くと。よいしょ。で、こっち、おお、動いてんのかこれ、すげえな。どんな仕掛けだ。よいしょ、いけ。で、こっちに行って、おお、ちょっと待って待って、金ピカしすぎてさ見えにくいな。これ取れっかな、1アップ。よいしょ、 OK、 うまい、我ながらうまかった今のは。で、こっちに渡るかな。おお、すげえな、本当にこれアメリカンヒーローのアメコミみたいな、バットマンみたいだな。よいしょ。お、タイヤメダル、おっと、お、あぶねえ。そっか、当たるよな。よいしょ。あ、待って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 、ああ、しくったぜ。こっからか。よし、やっていこう。よし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 。おお、すげえな、 BGM さ、ここもなんかルパン三世みたいな。あ、怖え、おしゃれな BGM だな。よし、で、乗って待つか。とう、よし、中間出てきか。よし、俺はもう落ちないぞ。落ちまくった。よしよしよし。で、こっちは何もないか。あ、なんだ、なんか鳴った気がしたんだけど、ルーレットみたいな。まあ、いっか、行こうか。いや、今日も元気だな。よっしょ、時間。よいしょ。よいしょ。ああ、早い。いや、バス落ちた気がしたんだけど、いけた。よかった。これはぶん投げちゃおう。あいつ強いな、なかなか。よし。とう。よし、オッケーオッケーオッケー。全員倒した。すげえ、ここで、なんか、何か食べるんかな。お、ありがたい。こっちなんかありそう。
お、太陽メタルありがたい。よし、じゃあ行こうか。うわー、また鉄骨だ。カイジだ。しかもなんかトゲあるじゃん、今度。うわっ、えぐくね。失敗できないって感じのやつね。カイジと同じだ。カイジのやつはね、電流流れてたけど、こっちはトゲがあるんだな。あ、いける、いける、危ねえ。待った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 、落ち着いていこう。今、よし。で、あ、なんかレコードか。こっちか。しゃあない、進もう。いけるかな。あー、届かない。他に道なかったけどな。でも、あー、こっからか。飛ばしていけないかな、これ。あ、いけた。いいよ、もう君たちやったからね、戦ったからね、さっき。じゃねー。じゃねー。経験値ってどうなんだ。経験値ってあれ、また戦ったら増えるんかな。え、揺れてね、めっちゃ。なにこれ。え、落ちてる。鉄骨が落ちてるよ。ちょっと待って、これはカイジよりもえぐくないか。あ、こっちなんだろう。中間、ここで中間はありがたいな。あ、メダル、やった。3枚ぐらい取ったな。で、あと1枚でシャマールのヒルパートいけるね。ここで落ちたら死んじゃうな。よし、あー、これ右、よし、カメラが切り替わってくれた。で、慎重にね、左。よしよしよし、いけるいけるいける。 OK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 、 あとまっすぐ行けばいける、いける。ミスるなよ、ミスるなよ。 OK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 。 あー、めっちゃ気張る。で、ここだよね、問題は。さっき届かなかったんだよな。 OK、 ダッシュしていけば届く。落ちないようにね、しないと。でも、よいしょ、 OK、 中間、またかーい。長いな、鉄骨が。よし、ここはまっすぐだからいいんだけど、曲がるときとかね、カメラ視点がちょっと微妙なときがね、心配なんだね。 OK、 あ、今回優しいな、ちゃんと真上から撮ってくれてる。よし、 OK、 で、また敵さんか。よし、ちょっとやっつけていこう。もう強い強い強い、なかなかやりよる。えい、あ、間違っちゃった。壁に投げても意味ないよな。よいしょ、敵と敵をドーンと。お、チャンスアタック、丸、バッツ、オッケー。北斗100列拳、半径64章で、これなんだ、もう起動させてあるのか。青になってるけど、ああ、なるほど、起動しているから電流が流れてるって感じね。了解了解。ああ、でまた2ルートあるな。どっち行こうか。なんかすっげえ同じ景色に見えちゃうんだけど、来たところ、来たところと。こっち行こうか。でも鉄骨やだな。あ、でもまっすぐだからこっちの方がいいかな。よし、こっち行きましょう。いやー、すごいスリリングだわ。でさ、下がさ、なんかすごい雲みたいな、もやみたいなのが張ってんだよね。何なんだろう、あれは。ビルの下の方とかさ。あ、気づかれちゃったか。よいしょ、いけ、バツバツ、オッケー。やっぱり基本バツが多いよね、チャンスアタックね。丸、早っ。早えって、あれはね、なかなか厳しいわ。いけるか。お、急げ。あー、やっぱ無理だ。よいしょ、チャンスアタック、いけるかな、いけるか、いけるか、入ってくれ。窓してんだけどな。あー、これなっちゃう。ちょっと距離があるとね、こうなっちゃうんだよね。丸、丸、発見64章、もう一回バツ、早い早い、くそ。チャンスアタックね、ミスるとね、敵さん強くなっちゃうからな。強くなるっつうか、なんだろうね、調子乗っちゃうからね。あんまミスりたくはない。こっちもダメージ負っちゃうしね。
よいしょ。ダメージ回復するんだっけな、ミスルト。このピピピピって何なんだろう、さっきから。たまになってんだけど。俺のあれですよ、目覚まし時計とかじゃないですよ。ゲームの中の音なんで。なんだろうな。で、これを起動させて、ん?させていいのかな?あ、いいのか。で、こっちか。てってってって。よいしょ、飛んで。で、あ、壊せた。かわいそうに。あそこのうちの人が、え、これいけるのか?ちょっと待って。いける?棒ないよね、あそこは。いけるのか?あのちっちゃい取っ手があるけど、あれに掴まれる?あ、いけるのか。よかったよかった。あっと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 。危ない危ない。あ、で、ここなんか置ける。なんだろう。とりあえずこっち先なのかな。こう中間。で、でかい!アンリース使っとこうか。R1。今いける?無理か。でかいやつはストレス無理なんだね。よし、ガードして。うわ、強いな、アリンシュ。めっちゃ暗い。よし。でもいけるかな。近く。近く。三角。OK。うわー、でかい。めっちゃ出てきた。すっげえ、これ。うわー、すごい、一気に溜まってく。お、またピピピピ。なんだろう。自動販売機のさ、あの、抽選の後みたいな。で、あそこに置く石板みたいなやつがあるはずなんだけど、ないな。あ、これか。あったわ。よく見て。よいしょ。で、あとはそっちじゃなくて、ここね。ここに置いてくれ。で、こっちが浮くと。おっと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 、落ちないで。で、こっちに行って。あ、あれ1アップかな ?1 アップ欲しいな。最近死にまくってめっちゃ減ってき、おぉ!いや、今のはしんどいよ。で、こっからかまた。くそー、やられたぜ。ちょっと気が抜けてたのかな。あ、やばい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 。屋上で戦うとかすごいな。本当に映画の世界だな。うわー、バリアが一瞬で消えた。やばいやばいやばい、これはまずい。クソ、やりよるな、こいつ。アンリッシュがないとなかなか手間、手こずりそう。おっと、早く起き上がって。よいしょ、ヒット&アウェイでいこう。ちょっと当てたらすぐ逃げて。おお、吹っ飛ぶな。あ、やばい。あー、強い。ちょっと経験値振っとくか。経験値やっぱあれだね、落ちたり死んじゃうとなくなっちゃうんだね。アンリッシュ大事さがよくわかった。ちょっと上げとこう。そしたら、アタックかな。アタックを結構上げるだけ上げといて。よし、こんなもんで。オッケー、じゃあ行こう。よし、ここに置いて、こっちに行って。よいしょ。オッケー、いけた。こっちは、こっちはいけないんか。どっちから行くんだろう。あ、あそこから来るのか。よし、じゃあこいつら倒して。よいしょ。オッケー、ローリングコンボ。よし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 。で、1アップ。で、また鉄骨番長か。
結構カーブ多いな今回な。よいしょ、すいません、ちょっと髪の毛が邪魔で。OK。 よし、まっすぐはいいんだよね、まっすぐは。あー、ここ落ちる感じ。うわー、やばい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 、怖い。あ、しくった、後でだな。クソ、4枚目でちょうどシャマールのヒルパートいける枚数だったんだけどね、メダル。よいしょ、 OK。 これはストレスいきたい。あ、いけなかった。バツバツ、 OK。 あー、せっかくの経験値が。ここはいけないか。お、あー、で気づかれちゃった。結構ケチだな、出てくるところが。よし、でこいつらにももう気づかれてんな。よいしょ。あ、早い、こいつ強いな。はいはいはい、 OK。 壊して、なるほど。で、こっちに、お、よかった、太陽メダル、これでいけるね。お、またポールか。お、でここに月のメダル、よいしょ。このポールのやつはもう慣れたな、結構な、いい感じにもういけるようになった。よいしょ、 OK。 当たって、これは普通に行っていいんだよね。よいしょ、あ、待って待って待って、こうして、はいはい、よし、 OK。 中間これ踏んで、ん、あ、あそこか。そしたらまずこれ飛び越えて、飛び越えたら、あれ、これ上行けるの、もしかして。あ、でメダルいっぱいあるな、あそこに。こことあっちにもある。あ、これダメなんだ。あ、で敵出てきちゃった、もう。こら、てめえら、俺に考える時間を奪うな、俺の考える時間を奪うな。よいしょ、ほら、ん、なんだ、あ、今の衝撃で壊したのか、機械を。そういうことか。はい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 、ローディングコンボ、よいしょ。丸、バツ、オッケー、ことやくれつけん、オッケーオッケー。じゃあ、あ、壊れた、またピピピピ言ってんな。うん、でこれでここのメダルが取れるんだね、多分。ちゃんと分かりやすくさ、四角に囲ってあるね。あっとと、よいしょ、ここに置いてくださいと言わんばかりだろ。わかりやすい。で、あ、そっか、電流がなくなったから、え、これでもあっちまで持ってくのか、これなかなか時間かかりそうだな。まあでもしょうがないな。よし、でここを開くと、このレバーなんだろう。あ、あそこが、あそこどこだ、向こう側から。こっちが本ルートなのか、じゃあ。うん、よくわかんねえ。とりあえず行ってみようか。メダルもあるしね。で、
行こうか。あーでこっちがボスかな、もしかして。ってことはあっちはおまけルート。じゃあこっち行っちゃおうか。よいしょ、ここはアニス使っていこう。避けろ。あーっと避けられなかったけど、攻めて攻めて。よいしょ、アニス全然食らわねえな、強いな。あっと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 、あーやばい、これはまずい。やっちまった、アニス使っちゃったよ。使って死ぬは一番やっちゃいけないんだけどね。使って死ぬのは本当にダメだよ。おっとー、くそ、これ一撃必殺じゃん。食らったら終わりだね。よいしょ、これは絶対避けないといけない。あ、避けろ避けろ避けろ。あの武器に邪魔されて避けられなかったっていう。避けろ、来るぞ。よいしょ、オッケー。お、あそこ狙える。顔面結構効きそうだ。避けろ、オッケー。だんだんモーションが分かってきた。あとで、これ早く立ち上がって。やっぱこんくらい食らうもんな、吹っ飛ばされるとね。アンリースの時全然食らわねえんだ。来るぞ、白ひげか、すげえなこいつの攻撃。あっと、リング取っとこう。ここだ。で、避けて、アンリッシュ行こう。アンリッシュじゃねえや。チャンスアタック行こう。三角。四角、オッケー。これで死んでくれる。強えわ、ほんと、チャンスアタックありがたい。経験値もうまいしな。今のでアンリッシュ一気に溜まったよ。すげえな。よし、これでクリアかな。ここはもう何もないかな。OK。よし、行きましょう。とう。ああ。いやー、敵が強い。っていうか、あの、ステージがえぐい。あのね、衝撃波はね、一撃必殺、口が回んね。一撃必殺ってのがね、結構ね、答えましたね。ね、あれ避けちゃえば、まあいいんだけど、ね、俺がちょっとね、下手くそで避けられなかったからさ。よし、アタックレベル7。30って。もう廃人レベルじゃない？この経験値貯めるのは。なかなか、すごいな。じゃあどうしよう。あと6個あるね。コンボ行こうか。ウェアクローチャージ。お、強そうだな。もう1個いける。トリプルクロー。お、なんか、結構いい感じのコンボが出てきたな。コンボレベル10だよ。だいぶ上がってきたね。さあさあ戻ってきました。じゃあね、リングレベルがね、太陽が5、月が5ということで、いい感じにね、上がって、多分シャマールのね、ヒルパートもこれできるようになったんじゃないかと思うわけでございます。そして、いや、それだけだ。そういうわけで、今回はこの辺で終了したいと思います。いやー、夜のね、この街並みいいね、BGM も。さあさあ、じゃあ次回はね、昼のシャマールやっていきたいと思いますので、ご視聴ありがとうございました。それでは次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。